ファミマで買い物をしてたんですけど、すごいよね、ファミマの横が製材所今は三杉村かな、そちらの方に来ております。まあ三杉村の方に来てるからって言うと、三杉村に来たわけじゃなくて通り抜けていくだけなんですけどねはい、今日は奈良県の土呂川温泉の方へ一泊二日のね旅行に出かけようかと思って出てきているわけでございますよ。土呂川温泉、そこはまあ行ったことはないんですけどあれ何年前だっけな、あの道後温泉ね、あの四国のあそこに行って、あの道後温泉のなんつうかその千と千尋感がねものすごくハマっちゃって、でもまあ道後温泉までは遠いのでね、まあ、近場のところでね千と千尋感のあるような温泉街ってないのかなと思ってね探してた時に、もうその当時だからもうだいぶ前ですけどね、つけていつか行きたいなと思いながらも、まあ奈良県ね本当に、うん、隣の県、しかもね、まあ、京都も隣の県なんですけど、県というか府ですけど、京都はね言ってもマナーどこだ、こっちか、言ってもマナーですね、楽しみだな俺京都は言ってもね、まあ三重県がここにあるとすると京都ってここにあるので、当たっててもまあ実は結構遠かったりなんかするんですけど、奈良県はね三重県がここにあって奈良県がここにあるので横にあるのでなんとなくねあの近いイメージがあって、で土呂川温泉までっていうのは、まあ、高速を使って行けなくもないんですけど、高速使って行ってもですねかえって時間がかかるという下道で行った方が早いっていうようなねところになっちゃう、なかなかの回送路になってますね回送路ですよ、回送路、回送路ですね、回送路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 、え行き道をねもうナビ任せで来るつもりだったので確認してなかったんですけどね、ナビ動かねー、電波受信しないんだって、嘘でしょ、民家いっぱいあるところで電波受信しませんって嘘だー適当に進んできているので、これが正しい道なのかどうなのかね全然わかりませんよ。いやびっくりだなぁ、マジかよ、もっとね山奥の中だったらしょうがねえかなとか思うんですけど、いやこれで通じないことねえでしょう、この民家ですよ、この民家、いや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 、これはおかしいでしょう。今の時代ね、ここでこんだけの集落があってね、つながらないっていうのはおかしいので、ちょっとどっかに止めて一旦対策を練ろう。お、いいところにコンビニがあるじゃないか。
いなり復活です。まあ復活っていうかさiPhone がフリーズじゃねえけど、なんか止まってた感じでね、本当に山の中に入っちゃったから止まっちゃったのかなと思ったけど、びっくりだよ今このまま着くと15時4分到着予定になっておりますね。これを曲がる、そう、これなかなか面白いところで曲がれっていうな無駄シティ、回送路ですよ。これからまたしばらくはこんな感じの道かな。ちょっと動画ストップ。しかし真っ白白のキリキリだなあれいいのかなすごい狭いところに入ってきた。ちゅうかこれ多分まっすぐ進むのが早かったんじゃねえか相変わらず Google 先生だな。おひょー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 おひょうさんがいっぱい。道狭し、通り抜け困難。本当に通り抜け困難だよ。私が行くのはこっち。もう神社の鳥居があって。もうなんじゃこりゃ。こっから先もね、期待のコースですよ、期待のコース。しかし、狭い。地図で見ててなんだこのコースはとか思ったんだけど、こういうところか。うん、大丈夫だね。こういうところだったよ、こういうところだったよ、こういうところだったよ。狭いね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 。こんだけ狭いとちょっとネックマウントじゃ映ってないかもわかんないね。さっきまで下ってた山をその分一気に登りますって感じですけど、軽トラさんが来て急カーブでよっこいしょのしょいと、おお本当に急カーブだった。神社がいっぱいだね。吉野神宮なんだ、なるほど。参拝駐車場ここで右折って書いてあるけども、右折しないで通り抜ける。おお吉野山だ、なるほどね。うん、くねくねの楽しそうな道だなと思ったら吉野山か。なるほどなるほど。うん、なかなかな道ですよ。おう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 、街道筋、山の駅とかね、そんなところがあって、いや吉野土産とかねあっていいね。でこんな門があるよ、こんな門が、門門門。なんかバックしてきた、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 バックバックバックしてきた。怖い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 。あ怖い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 。もう何してんだか何してんだか。うどん屋さんテール滑らしてたよ。おーしかしすっごいところに来たね、すっごいところに来たねウォーターあこの辺でこれ何食べ歩きするところじゃねえのこれ。うん、これはね、これは悪いけど車で来るところじゃないね。
車で来るところじゃなかった。歩いて来るとこだね、これはね。うん。これね、撮ってっていいのかな？撮ってっていいんだよね。撮ってっていいんだよね。撮ってっていいんだよね、これ。よし、覚えとこう。今度からもし来る時があったら、ここは通らない。これ、自撮り用のカメラ撮ってなくてよかったな。ずーっと顔がにやけてるよ、これ。こういうとこ好きだね。俺はこういうとこ好きだよ。お、こちら曲がるんだって。うえー。うえー。なに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 。これいいのか？これいいのか？駐車場を越えて先進むよ。